ガニーは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンドニ県のコミューン。ガニーの位置パリの東約1 5トル地点に、位置する。北東をモンフェル・メイユ、北を、クリシースイコール・ボア、北西を、ルランシー、西をビルモンブル、南を、ルイ・シュル・マルヌ、南東をグルネ・シュル・マルヌ、東をシェルと接する。1915年頃のガニー・マルヌ・と、 モンフェルメイユの斜面の間に、ビッラのギャニアカムが広がっていた。ビッラはゲーニア湖、またはギャネオズの所有であった。6世紀の名はギャベナイアカムであった。9世紀には、ウェーニアカス、フィリップ2世時代はグアナイアカムであった。11世紀、アデールド・シャンパーニュによってこの地に消集動員が、作られた。13世紀には、ベアトリス・ド・モンフェルメイユの夫エティエンヌ・ドガニーが、 領主だった。この召集動員は1771年に教会当局に廃止されるまで存続した。教会は13世紀のものである。ガニーには多くの城があり、そのうちのいくつかは重要なものだった。1765年に廃止された城は王の羊ドミニクドフェラーリの所有だった。城付属の公園内にはサンフィアスの泉がある。 この水源は18世紀まで、ルランシーの公園へ供給されていた。メゾン・ルージュ城は、ルイ13世洋式で、モンフェルメイユ公爵、オッカール家が相続してきた。1845年には、ルイ・フィリップが城を買い、19世紀には、修道ジョブウェが所有した。フランス革命中、城は打ち捨てられ、タンプル・ドラ・レゾンに変えられた。1814年には、 第6次大仏大同盟英軍に占領され、1870年の不仏戦争の間には、プロイ戦軍に占領された。1869年、ガニーに属する、わずかな土地がリブリーガルガン、クリシースイコールボアへ移った。同時にルランシーが生まれた。第一次世界大戦中、タクシードラマルヌのパリア郊外にあるタクシーが、徴用された。これらの車は、 丸ヌ海線でドイツを撃墜しようとする前線へ送られていった。ありがとうございます。